皆さんこんにちはアリティアと申しししまます。す。よろしくお願いします皆さんは日本のアップルストアで買い物したことがありますかどうでしたかよかったんですか私は実は2年前にこの AppleWatch を名古屋駅のビッグカメラの中にある AppleStore でこれを買いました。そこでがっかりしたというかびっくりしたということがあってまあこれは私だけかもしれないけどなのでこれから皆さんの意見と経験を聞かせていただきたいと思いますけど 普通はインドネシアで何か電気製品を買うときに一番楽しみにしているのはその箱から開けるときですね。それでそして新品を買うときにインドネシアだったら家に持って帰って家で開けるんじゃなくてそのまんま店で店の人と一緒に開けるんですね。まあもちろんプレゼントとかだったらそのまんま家持って帰って誰かにプレゼントとして渡すんですけど 自分のために買う場合はもちろんインドネシアだとその保証とか物のチェックとかあるのでその物を払ってからそのまんま店の人と一緒にその電気製品のものを開けていろいろチェックしてるんですね。 まあもちろんテストもしたりするんですけど、そしてあの時この Apple Watch 買った時に、実はその日本の店の人と一緒にこの Apple Watch の箱から開けるという経験は楽しみにしてたんですけど、やってくれなかったんですね。あれちょっとがっかりしたというか。 びっくりしたんですよでもその時ちょうど日本人の知り合いと一緒に買ったからその日本人の友達がいろいろ教えてくれたんですけど「いや日本はああいうサービスはやらないですよ」やってくれる店があってもお金かかりますよと教えてくれましたその友達はまあこのアップルウォッチの使い方とかインストールの仕方とか店の人が説明してくれたんですけど実際に一緒にやってくれなかったんですねまあこういう技術わかる人は大丈夫だと思いますけど私も一応わかるんですけど でもあの時はアップルウォッチは初めてですからまあ心配とかというのはあるんですね。もうなのであの日はそのまんま箱の中にホテルまで持って帰ってホテルの部屋で自分で開けてインストールしたんですね。そして去年末に 新しい iPhone をインドネシアの Apple 認定リセーラーで買ったんですけど全然違うんですよまずその iPhone を払ってから店の人が一緒にその商品の箱開けのためのテーブルがあるんですけどそこに一緒に座ってて一緒に私が買った iPhone を開けたんですよそして箱開けてまず その自体をチェックしてるんですね例えば傷ついてるかどうかとか割れてるかどうかとかまあ新品だからそういうのはないんだろうけどやっぱり特にインドネシア人は例えばそのまんま箱の中に家に持って帰って家で開けたら例えば傷ついたりとかガラスが割れたりしたりとか嫌ですね。 逆にインドネシアのお店だと、例えば店でチェックしずに持って帰った場合には、何か例えば傷ついたりとかガラス割れたりしたりとか、そのお店は知りませんよと言いますから。だからみんな店でチェックしてるんですね。払ってから。そしてその iPhone 自体をチェックしたら、一緒に電源入れて、いろいろな説明もしてくれたんですね。まあこの iPhone に、前の iPhone にないものはこうとか、あとは自分の AppleID を入れたりしてくれたとか。 あとはお前の携帯に入っている SIM をその新しい iPhone に入れてくれたりとか。 全部やってくれたんですよ。で、一番大事なのはその保証があるじゃないですかその保証の紙はそれもちゃんと書いてくれてもちろんその登録番号とかありますよねそれも書いてくれてあと店のスタンプも押してくれたんですねそしたらまた何か問題があった時にはまたその店に持っていけるんですからそれがないとあの店に持っていってもダメだと思いますよまあ日本だと例えば新しい携帯を買った時にそのなんか機械がありますよねその、 古い携帯から新しい携帯にデータを持っていく機械とか、なんかそれ見たことあるんですけど、でもそれは自分でやらないとダメですよね。店はその機械を置くだけですよね。まあでも日本の人権費高いからそれがあるかもしれないけど、でもやっぱり日本のアップルストアはインドネシアのアップル認定リセーラーに負けましたよ、サービス的には。それでそういう有名なブランドの商品だけじゃなくて、実はこの間奥さんと一緒に家電量販店に行って、 ミキサーとオーブンを買ったんですけどその時も店の人はちゃんといろいろ説明してくれて箱からも一緒に開けてくれて一緒にテストしたんですよもちろんさっき言った通り例えば保証の紙も一緒に書いたりその商品自体も一緒にチェックしたりしてくれたんですよまあ文化が違うからかもしれないけど皆さんはどう思いますかどっちがいいと思いますか私は実はですねこの Apple Watch の経験があったからもう日本で新品の電気 製品を買おうとしてないですよ買いたいと思わないですよ。特に初めて買うものは。でも例えば簡単なヘッドセットとかありますよね、イヤホンとか。前も買ったんですけど、AirPod?AirPod だったらもう簡単ですから、そのまんま iPhone と繋ぐだけですから問題ないんですけど、やっぱり例えば AppleWatch とか iPhone とか。あ、そうだ、この間も Apple テレビも買おうとしてたんですよ。でもやっぱりやめました。この経験があったから。 だって困りますよね。例えばやり方がわからないと。特に例えば日本で買うと、もちろん自分のテレビにはテストできないんですけど、例えば国へ帰ってテストしたらダメだったら困りますよね。中古だったらまあ問題ないと思いますけど、私も実は中古の MacBook も日本のお店で買ったことありますよ。まあ中古は傷ついても、どっかのところで割れてても、まあ中古ですからしょうがないですね。でも新品はですね、まあこういう文化の違いがお互いに勉強になるようにいいかなと。 と思ってるんですけど今回の動画はここで終わりにしたいと思いますまた次の動画でよろしくお願いいたします <music>